はい、小一第二弾ということで、今日はその、ぼったくり居酒屋に実際に俺らで潜入してみて、俺こんな目立つ格好であれなんだけど、ぼったくられてみたっていうのを撮ろうと思ったんだけど、小一がリサーチしてくれたその外人ばっかの店、丸々って店が今日やってなかったから、急遽同じような企画で、土曜日なんですよね。土曜日でなんでやってないんだろうね。不思議ですけど、摘発されたのかな。かもしれないです、ね。まあじゃあそこは一回捨てて、はい、もう一個なんか怪しい店があるということで。はい、で基本何、居酒屋のぼったくりってよく分かってないんだけど、その酒一杯10万つけられたとかがぼったくりだと思ってるから。ああいや、なんかそこまでではないですね。微量にぼってくるってこと？レビューを見る限りはまあ数千円とか。はいはい。のレベルなんですけど。なんか俺がちょっと懸念してるのは、感覚的にただ飲んで食って向こうのいいねがまともなのに、これは怪しいっつって言ったらただのあやつけになんないかなと思って。まあそこは居酒屋の感覚っていうの正直わかる。まあそうですね、一般市民なんですよ。そう、普通の感覚は持ってるつもりではいるんですけど。なるほどなるほど。まあそれも含めて一回検証してみようか。そうしましょう。何もなきゃ何もないで、はあ、実際ボラれたらボラれてみようか。そうしましょう。じゃあ行きましょう。ここがそのさっき言ったところなんだけど、はい、店だっけ。あるかな。早くないかいって。6階って書いてます。6階。あ、もう抜けてんじゃん。あれ5階か。もうないっすか。あ、もうない。もうないっぽいね。そんな目で。6階は寒い。あ、韓国料理になってる。難しいね。難しい。じゃあもう一回探そっか。とりあえずさっきの店もやってないじゃん。まあ、やってなかった。だから、今パッと思ったのが、明らかに YouTuber がやってるやつあれやらせだよな。だって、普通にないじゃん。そうですね、なかなか意外と難しいですね、ぼったくり探すのも。まあでもせっかく集まったから、俺らの感覚で、ここはちょっと怪しいなってとこ入ってみようか。で別にまともな会計だったら別にまともで、はい、それはそれで企画倒れっていうか、感覚的にね、感覚で看板とか見て、看板とか映してね、はい。ここはまだでも歌舞伎町の外なんで、結構健全な雰囲気的には。健全かな。もうちょっとじゃあ切ってみる。うん。怪しいけどね。怪しいですか。キャッチに引っかかってみようか、一回。やってみましょう。これでもカメラ持ってたら警戒されるか。じゃあちょっと、あの声に切ってみようか。ああ、切ってみましょう。よっしゃ。ぼったくられたいんだけどさ、居酒屋ぼったくってくれるとこない。あ、実際2回ゴリゴリのやつあるっす。ゴリゴリのとこどこにある。いや、でもこれってモザイクで大丈夫。使わない使わない。リアルどのぐらいしかなんかあるじゃないですか。どんぐらい行かれたいかによる。どうやってか、まあ普通にちょっとおかしいだろってなりたいの。あ、でも店内で沸いたりとかしないですか、さすがに。あ、暴いたりしないよ。え、結構今日週末じゃないですか、お客さんまあまあいるじゃないですか。だからそんなにだから普通にまともじゃないなっていう確証があれば大丈夫。ちょっと飲み食いして頼むよ。店名出ます。店名とか出さない出さない絶対出さない。あ、それもうフルモザイクでレシートぐらいって感じですか。レシートもその数字だけ店名隠して。ああ何これみたいな、この聞いてない料金がある。頼むよ。ぼったくり、うん、美味しくはないぐらいですか。いや、もっとあるはず。ちょっと作戦変えただろ。もっとやってる。マジでないんでしょ。ゴリゴリのがあるはず。頼むよ。それは居酒屋にも絞ってるんですか、テーマは。居酒屋。あ、やっつけの居酒屋、普通にガルバとかじゃなくて。そう。居酒屋も。そもそもオーナーが中国人なんで、オールがどうかなんですけど。やります。でもそのオーナーは脅かしていけないでしょ。脅かしてます。手数料を乗せるとか。でも、全卓乗せることになっちゃう。そういうことか。そうそう。一択だけ乗せるっていう。居酒屋のぼったくりレベルって、なんか知れてるんですよ。いや、知れてていいんだ
まあまあ迫真の演技で戦ってくれるんじゃないですか。あ、確かに。あ、そう、めちゃくちゃ入れ墨出してもらって。あ、違う、そのやらすみたいになっちゃうのか。やらすみとかなんなんじゃないですか。結構だから元々結構やっつけてるんです。あ、そう。普通にマジでびっくりして、マジで俺もちょっと会話したい。それは打ち合わせはできるってことですよね。打ち合わせなしで。あ、なしで。打ち合わせとかなしで普通に来られない。なるほど。仕込みみたいに嫌なんだよね。あ、普段の延長線上ですよね。そうそう、普段のノリで、はい、ダメ。そういうのじゃないんだよね。ちょっと違いますね。うん、そういうのじゃないんだよな。難しいですね、塩梅がね。今の話聞いてると、おそらく通したキャッチいくらかになるような采配が、うん、結果お客さんから見たらぼったくりだって言ってるだけで、うん、店からしてみたらスカウトが連れてきてくれるからありがたい、はい、だけどそのスカウトの分に取り分を渡さなきゃいけないから、その分を、はい、飲み物とか食い物を、うん、多くオーダーさせたりちょっと上乗せることでキャッチの子たちへのバックに当ててるっていうのが多分、それをキャッチも店も共通認識で、あうんの呼吸でやってるから、一概に誰の意思でどうぼったくってってことじゃなくて、キャッチと店でこのタクからはどれぐらいにしよっかっていう塩梅で共存共栄でぼったくってんじゃないの。だからぼったくりっていうか、あ、そうかもしれないですね。それが結果普通の料金よりちょっと高いぐらいの認識で、店もスレスレにしてるし、キャッチに行く分を、はい、でキャッチもキャッチで店に連れてく分いくらかにしなきゃいけないから、じゃあちょっと客の感じを見てるってことですかね。客の感じを見て、うん、だからおそらくキャッチの言った風になってんだと思う。飲み放いくらにしてくれとか、店側も連れてきてもらってありがたいから、現金で渡すわけにいかないから、それが多分ぼったくりのからくりかもね、今の話聞いてると。あ、ね、だって俺たちにああいう風に YouTuber がやるような仕込みを、はい、仕込みの話を出してくるってことは、はい、仕込めるってことでしょ。そうです店と、そういうことですね、うんうん、彼らで仕込めちゃうんだから、そういうことか。じゃあキャッチがいるところに適当に行けば。そうですね、キャッチになんて話しかけるかですよね、うん、彼らの多分さっきの言い分では、ウリタさんでも知らないでうちお願いしますってやついるかもしれないですよ、あっちはっていう言い方が、はい、相手を見てるってことだから全部。そういうことですね、うん、俺だと分かっちゃったらもうその時点で通常会見してくる可能性はある。そうですね、キャッチに行ってなんていうんですか、あんまり優子さんってこと知らなそうな人に。そう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 。それでさらに厨房も店のやつも外人アジア系とか、それが一番ぼったくられたい、ぼったくられるポイントかも。あくまでぼったくられたいっていう思いで行くのは多分俺らとか YouTuber ぐらいなのかな。市場調査みたいな感じですか、ぼったくり市場調査っていう、うん、最悪だから俺たちが今日ぼったくられなかったらられないで、はい、この市場調査をすることで、はい、からくりが分かれば、はい、とりあえずあっちじゃらちあがないから、はい、今日行くはずだったとこも含めてこっち一応来たんだけど、はい、何しろキャッチに一回捕まんないと。そうですね、店までナビゲートしてもらえないから、はい、さて、どれらみたいにぼったくられに来ましたみたいなやつが警戒されちゃうから、キャッチは一回、キャッチと喋るときはカメラ隠そうか。一回隠しましょう。どれだけ歩いてもその以前ほどキャッチがいないね。全然いなくなっちゃいましたね。あとはその一歩言えるのが、俺に気づくとキャッチも小一だけで行くと、うん、もしかしたらっていう雰囲気、一回いい雰囲気あったけど、俺が後ろでバレるとちょっと。そうですね、うん、健全な店しかプランを変えちゃうというか、プランを変えられちゃうから。で、元はこれに変わったはずだったんだよね。そうですね、ここはもともとそういう噂がある目指してたターゲットの店だったんだけど、はい、以前ほどそのキャッチがいないってなると、どんだけ歩いてもちょっと
時間の無駄というか、まあだからちょっと企画倒れになっちゃって何も起きないから一方の動画にもできないんだけど、まあでもどうしようもないからね。ああ、今さっき向こうの桜通りのキャッチが言うには、このビルの1階のこのビルの3階がでも居酒屋じゃないですね。居酒屋じゃないよ、ね、バーになってますね。座っただけで3000円って言ってたからバーのこと言ってたんじゃないのかもしれないですね。でもアクアじゃないじゃん。アクアってどこにある？アクアも7階ですね。あ、このアクアじゃないよ。あ、違う、そういうことガールズバー。ああ、あれは上のバーアクアだな。でもガールズバーっていうアクアの、ガールズバーアクアなんかありますない。アクアってありますね。アクアっていうガールズバーはあっち側の方にあったはず。どういうビルか分かんない。赤い頂点あるじゃないですか、はい、あそこのとこにあったはず。あ、そうなんです。はい、あれだ、ですか。ああ、これですね。行ってみようか。はい、この上はどうやって行くの？はい、これはあの階段とエレベーターこっちからあるんですよ、うん。あのおじさんもなんか知ってそうな顔してます。行けないじゃん、これじゃ。行けるのかもしれないですけど、繋がってんじゃないですか。はい。行ってみますか。はい。これか。はい。これだ。階段で行く？どっちも大丈夫です。ここは間違いないって言ってたけど、俺が大島でるから。カメラはどうしますか？行けと。中でかける。一回撮る。行けよ。はい。そうなんだ。でも、ここだけ知らない？あ、なんかたまに聞きますね。なんか、帰宅よりらしいみたいな話は聞いたことあります、ね。そっかそっか。ぼったくられたかったんだけど。撮影ですね。ありがとうございます。ありがとう。まあいいや。ということで、はい、ラジオがね、本日はね。はい、まあ、実はね、撮影してないとこでも何店舗も回ってキャッチを求めてうろ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 したんだけど、まあちょっと撮れたか全くないんで、本日はちょっとね、企画自体は倒れたんだけど、まあじゃあ周一ってのは何者なんだっていうことで、誰なんだろうというのを思ってると思うから、周一的に、普段何してるんですか？自分はあの一応ラッパーです。ラッパー、はい、ラッパーです。で、世界中回ってるの何してるの？世界中じゃないんですけど、あの好きな国で、あった、うん、あの寒いのが苦手なんで、はいはい、暖かい国でタイとか、うん、タイに10年いたんで、タイで英語も喋れる？英語喋れます。タイ語と英語とタイ語はまあ普通に会話すごいです。メキシコにもですよ。メキシコはこの前も1年半いたんですけど、はい、スペイン語っすね、まあ、ちょっと軽く、すごいね。なんかまだスペイン語はしょっぽいですけどね。タイは10年いたんで、さすがに喋れます。タイもちょっとこのうちのチャンネルで行きたいかな。行きましょう。タイいろいろ案内して。はい、ぜひぜひ。俺も一回スワンナップ空港で捕まってた。あ、なんかどっかで喋ってましたね。そうそうそう。はい、なるほどね。そうだね。まあ目ぼしい店があればね、そこはやってるよかったんだけど、まあちょっと今日は企画だるになっちゃったけど、まためげずに。ガールズバーだわ、うん、ただの料金払って終わったらここらしいよ。来週ってぼったくりかどうかわかんないんだよな。はい、どこの店探しに来たんですか今日？この考えそれはもうなくなりました。やめちゃった。ぼったくられたかったの。
ああ、ジムの。そう。じゃあ僕を連れてってまた来ましょうか。6回やってるんですか。今日6回がもともと3回。あ、今までやってますね。ちょっとこれ。ああ。系列が。ちょっと、はい。6回移動したそうです。これか。ちょっとこっちに移動したのか。全然ぼったくりっぽくない健全な雰囲気ですけどね。看板は。なんかこれ怪しいね。世界のメニューってのもっとなんか全体的にいろんなのがあるじゃないですか。この時点でちょっと変な。俺ウーロン茶で。これで頼まなきゃいけない。あ、そうですね。一応食べ方注文になる。あ、そうなんですね。ウーロン茶ですか。ウーロン茶。ボタクリではないです。あ、そうですか。ボタクリどこか知ってます？この辺で。え、わかんないです。言えないよね。今年は多分いないです、ね。今年はもうその何取り締まりが強くて、みんなビビっちゃって。あと俺が目立つからぼったくれられないよね、たぶんね。あ、そうなんだ。勤労でちょっと混むんで。あ、すぐ出るよ、すぐ出る。一応1時間で3.25。あ、そう。よく終わる。もうなんか。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、とにかくぼったくりやってないよ。今、いいことじゃないですか。世の中的には世の中的にはね、はい、動画的には面白くないマジかよ。まあしゃあないよね。見た目的にもここは桜通るのキャッチもここの名指しで言ってたし、うん、さっきの下のやつらも3階が6階に移転してここ間違いないですよって言うから、うん、でちょっと言い方変わっこの店の頃には悪いけど入り口怪しかったじゃん、うん、だから俺らもてっきり行けるかなと思ったけど、うん、あの店員の俺らに対する対応とか見てると、うん、こっからぼったくって来ないよね。そうですね、こっからはもう無理ですね。俺が原因かもね。まあ正直怪しいけど。あ、俺も怪しいとは言われますけど、いや純一さんほどではないです。なるほど。本当にやり方としてはさっきの俺らが言った通りキャッチと組んで値段決めてある程度それが普通の人にはぼったくられたということでしょう。顔出し OK のキャッチと話すとあるのはどうですか。顔出し OK のキャッチにその時代の流れを聞くみたいな。やっぱ知ってるわけじゃないですか。いや実際ぼったくられないとつまんないよ。あ、注意喚起にはなるけど、やっぱ俺らも動画面白くしたいじゃん。ということ感じで、まあそんな感じです。え、枝豆380円。じゃあちょっとあの視聴者ちゃんに聞いてみますか。え、高いと思うか安いと思うか。380円。まあだから俺ら感覚が分かんないから俺はそんなあり得るかなと思っちゃったんですよ。場所が場所ってことで、はい、だからいや
まあそんなもんなんそんなもんなような気もします。本当にただしょぼかったですけどね。もうこれぼったくりですよ、バンバで騙されてますよってバーって来たらめっちゃダサいぞ。いや来ないと思います。そんなもんじゃないですかのが多い気がしますよ。大した取れたかないですけど、お疲れです。お疲れ様です。はい。